あの大津彩さんと特段ダイレクトメールでこうやり取りしてるような感じにと取られたらまずいなと思ってあの別に大津彩さんサイトと、えー、その親密な関係にあるっていうことを匂わせたいわけじゃなくてだから、これオープンにしてもいいかなとあの行政とのやり取りの部分に関しては例えば、えー、ね あの電話内容を録音して公開しなさいよとかっていう私のアンチがむ昔からいたのね今も激しいアンチいますけど昔からいたの3年ぐらい前平塚正行くんやってる時からいたんですけどそのとかあと立花、えー、隆さんに対してあの金融庁のね金融庁に電話してきた内容とかそういうのを電話でやらないとあなたの言ってること神秘ピュないですよっていうねだから私行政の公務員とのその会話内容をあの 録音して YouTube 上に勝手に公開する許可なく多分やってると思うんだけどそれ自体はあのよろしくないと思ってるわけねだけど例えばこのえ大津彩加さんとのやり取りっていうのはほとんどないのねでここないんだけどこうなんかいろいろやり取りしてるんでしょみたいな感じで勘、えー、ぐられたりもしくはえそもそも大津彩加さんとやり取りしてるのも嘘でしょみたいなそういうアンチが出てきましたのでコメントで言いましたよね いやそれは違います。だからこれ出せる部分ね、出せる部分は出していきたいなということで、1本動画撮りたいと思います。本日2023年の5月26日金曜日午前8時38分を待ったところです。大森林会の大浅大使でございます。まずきっかけはですね、おそらく、大川博さんとか、もしくは大津彩香さんに対して、え、ー 西大湖森林会の西大地教、えー、日本、えー、日本哲学党でしたっけ、えー、ちょっと <laughs> すいません、ね、哲学をご専門になされている高澤さんという方が、こういうユーチューバーさんいますよと、大湖森林会の大浅大志さんというユーチューバーがいますよというのを、何らかの集まりの時に、えー、広志さんとか大津やかさんに伝えたと思うんですよね。そ、えー、そしてそれで でと多分それでご覧になられたと思うんですけど私の YouTube 動画これね ひろゆき氏が立花隆との討論から逃げる理由と立花隆にお金、えー、く,くださいとか何とかっていうこういうタイトルの私の動画ね <laughs> あのー、それその動画の、えー、内容に大津屋さんがはじめ,はじめまして大津屋ですこちらの動画を拝見させていただきましたお,お話伺えたら嬉しく思いますっていうダイレクトメールをくださったのでねあのー、そ,それだけなんですよそれだけ 多分これ,これのダイレクトメールのきっかけとなったのが多分西澤さんという方高澤さんという方が。あの えー、西欧府森林、えー、協議会の高澤さんという方が、えー、あこれ西欧府森林協議会っていうのは高澤さん自身がご自身で名乗られたので使わせていただいてますけども、えー、多分こういう YouTuber がいるよということで、えー、やって見てみたならばなんかよくわかんねえやつがよくわかんねえことを言っているという、まあ、正直な感想で綾香ちゃんが多分私にダイレクトメールくれたと思うんですよね。ねだから 何も別につながりも何もない単なるこの動画ってどういうことですかっていう多分それをダイレクトメールでくださったのでねこの、えー、それに対して私はこういうふうに返信したわけです。<laughs> ごご連絡ありりがとうございまますす応援しております神奈川県知事選挙の大津さんに対する選挙妨害について神奈川県警に通報させていただきました刑事告訴をすれば動いてくれそうな感じでしたこの「うーん」ってここからはちょっと言えないんですけどもねえこれ言えないけどおそらく立花さんサイドは何を言ってるかはわかるはずなんですよねこの内容ね、えー でもこれを,これをバーッと明らかさまに細かくし言っちゃうことによってあそういう情報がもしかすると行政機関側に漏れて例えば大津彩香さんから弁護士さんに行き弁護士さんから大津彩香さんに、えー、うんと行政に行く可能性があるなって思ったならばいろいろ対策を練ってくるかもしれないで一応隠しておきますけどこれねでえー、っと ここからこうやっていって、そしてその根拠動画となっているのは、これ、立花さんのやつね。立花さんの、えー、西村博之氏が立花隆と討論から逃げる理由と、立花隆に、あ、だからこの動画を見た感想ということで、多分私の動画、この1本前ね、このタイトルっていうのは、私のタイトルじゃなくて、立、え、花、ー、さんが最初に上げた動画のタイトル、それを見た。 見て、なぜこういう動画を作るのかっていうのを、えー、私は追ってきてますから、大体わかるんで、ポイントとなるところはあれです、あの西村さんが今、えーあのー、なんつうかこう、賠償請求されている、その裁判上で、えー、これ賠償しなさいよっていう賠償請求の場合に関しては、それに関しては税金がかかりませんよっていうことを多分伝えたかったの、世の中にね。でそれは我々知らなくてもいいことをわざと言ってるわけね。 <laughs> その税,税務処理上、税金がかからないですよということをわざわざ作ってるよねっていうのと、あと、お金くださいね。お金ください際の時に、視聴料と、えー、ホリ堀江ン信徒ンの寄付は明確に違いますよ、味噌とクソを明確に分けますよというのは初めて作った動画だから、あ、作りましたねと、えー、いうことで、私が、えー この動画を作って、その動画に興味を、なんだこれっていうふうに形で,で、なんだこれっていうふうに認識も多分しなかったの。高沢さんが何にも言わなかったら、なんだこれっていう認識もしせずに、世の中に溢れている一雑情報に埋もれていたんですけど、高沢さんがなんか、紹介したことにより、なんだこれって見てみて、中身見てさらにさらにわからない。だから、お,お話伺いたいです。じゃあ、このな中で私は何を言ってるのかっていうのは、 このの黒塗りの部分に書いてますそしてその黒塗りの部分を当然,当然大津彩華さんに言っても知らないわけですなぜなら私とか高沢さんっていうのは私とか高沢さんっていうのはずっと立花隆がやってきたことをき見ている人たちだからああこれこういうことねって例えばねあのキムサヤさんの、えー、キムサヤさんとの つながりを、えー、高澤さんは、えー、持っていて、キムサヨさんサイドに大津彩華さんサイドがつくのは、えー、いいけれども、そのガーシーサイドについたら、丸ごとやられるという、だから私で言うところの両成敗ね、両 <laughs> 成敗になるかもしれないよという危険性とか言ってるわけでしょ、だからそういうのも全然わからないわけ大津彩華さんね。だからこれバーって書いていってもわからないだろうと思ったので、一番最後に書いてるわけですよ、私はね。 しっかりと書いてるんですよ。くわからない場合は弁護士さんに聞いてみてください。場合によっては弁護士さんからの質問をお受けします。って,言ってるわけね。無償で大津谷明さんサイドの弁護士さんのお話を無償で聞きますし、もしその大津谷明さんサイドが弁護士さんを通じて、例えば警視庁ですとか、私はおすすめは所轄の警察にやっていただきたいんだけど、そっから 警察の方が何言ってるんですかって来るのもそれもあの受けます無償でね当然ボランティアで受けますねだからこれ大津さんに言っても分からないだろうなと思ったので弁護士さんに言ってくださいねもしくは弁護士さんの先の,その捜査機関側に言えば何言ってるか分かるから <laughs> ねその本格的な人たちは分かるからそれはお受けしますよっていうものに対して えー、大津彩香さんが、えー「弁護士に相談いたしますありがとうございます」って5月11日にグッドマークを押してくれたわけね。でここまでがやり取り大津彩香さんとのやり取りってこれしかないんですよ。 この動画な何言ってるんですかってって私がバーって書くわけ。そしてそれは絶対わからないだろうなと。大津彩香さんにも,も、もしかすると大津彩香さんサイドの弁護士さんも理解不能なかもしれないから、えー、弁護士さんが連絡くれ,くれるのは私は一向に構いませんよと。えー、受けますよっていうので、えー、送ってやったならば大津彩香さんから、あ、弁護士さんに相談しますと。案の定ね、わからないから。何言ってるかわからないから、グッドマークで終わったと。で、その後に、 参考までに、えー、その、えー、次の日以降ね参考までにちなみにですけどこれ私発信なんですけど私のところにタレコミ来ているやつがありますよというホットな話題で言ったらねそれなぜその後に、えー、送ってるんですけど垂れ込みねこの久保田学ぶって見えるやつを送ってるんだけど ね、こ,れこれ送ってんだけどリンクねこれこれリンクねこれあくまでこれ私これリンクでやったやつだからこれ多分リンクだからこれ分 <laughs> かりますか久保田学ぶのやつを、えー、コピーして出したんじゃなくてこれリンクだからね <laughs>、えー、まあいいんだけどこれね これが歓迎してるやつ、それ,それなぜかというと、大津屋さんが給料払わない人だっていうことで、丸山穂高さんとかいろんなところで言われてるよね、あのなんか変な総会みたいなやつでも、えー、なんか女性の職員の方がですね、読み上げたりしてるわけでしょだから、大津屋さんの印象操作に使われている可能性があって、その使われているやつを、えー、がこういうことじゃないですかという垂れ込みが3つほど来てるのね。あ、垂れ込みが1つ来てて、さらに、 二つ三つと来てるわけ。ちょっと言えないけどね。現時点で私のところに来ているタレコミ三つをお伝えします。必要であれば弁護士さんに相談願います。えー、不要であれば無視願います。だから多分無視し,し,してるとは思うんですけど、まず一つ目が、貸金業法とかね、えーえー、偽装請負とか、まあ、この辺が疑われている可能性がありますよっていうことねそ。そもそもが、給料よこせやって、な,なんのことか大津屋さん全然わからないわけでしょ 何のことがわからないわけ。それはなぜかというと、仕事の引き継ぎも何も言えないで、まあ簡単に言うといじめですね、いじめ。私からしてもいじめです。あの、あれもね、神奈川県知事選挙に出たやつの、えー、その、えー、それを期限内に出しませんって言っている、えー、なんつすか、小木津組の組長さんと、えー、組長さんと立花さんがやってるやつもいじめね。大津いじめ。大津いじめを私はやってると思ってて。で、 だから、あの井ノの前せいら、なぜ、えー、黒瀬さんを、えー、外して井、井上前せいらさんを、えーえー、足立区の候補に据えたのかも、私なんかは大体わかるわけね。なぜ立花さんが、立花さんが言ってるからね、地方議員いらないって言ってるでしょそれなんですよ。地方議員をいらないっていう言葉を N シン含め、周りの失敗小僧さん含め、誰もちゃんと話を聞かないんです。立花先生の地方議員はいらないを、 ちゃんと理解してあ、そうですねって受け入れることができれば、なぜ井ノ前セイラさんを足立区に出して、そして井ノ前セイラさんにもおそらくですけど、いじめが始まってると思うんだけど、私からしてみるな。 だからそういうことを、えー、して <laughs> まあ分かんないけどねまあいじめみたいな大津彩加さんにやったいじめみたいなことを大津や表面上にはないけれどもその女子たちに私は女子たちにやってると思うんだけどある特定の女子たちにやってると思うんだけどだからそういう意味ではそのいじめの一つとして表に立ってきた、えー、大津彩加さんは給料を払わないっていうやつに関する垂れ込みが一つ来ててそれは貸金業法とかその辺の絡みを 追ってけば派遣法とか、ねえー、請負法とか、えー、請負契約とか、労働基準法とか、まあ、この辺を追ってけば何を言ってるのかが分かるはず、労働契約とかに詳しい弁護士さんに聞けば何言う私のところに来てるタレコミが何なのかが分かる話です。タレコミ2とかはちょっと見えてるけどね、えー、貸付金利未とかね。<laughs> 政治資金規制とかねちょっと違反が疑わとかねちょっと見えてるけどタレコミにとかはこれ私発信じゃなくて私のご視聴なされてくれる方がコメントやら何やらでくださったものをメールとかで直接くださったものを草案するとこういうことなんじゃないかってことで私が今 NHK 党の政治資金収支報告書を見直してるわけ。 まあ最終的にはあの全部タイピングしていきたいと思いますけど、あの貸,し貸し付けた333名か分かんないけど、300名余りの人の名前ですとか、ね、そういうのを全部、ね、その日付ですとか、そういうのを全部、金額ですとかを全部打ち込んでいきたいと思うんだけど、あと、タレコミさん、えー、これも政治、政党女、政党女性法、あこれも,これもえ私のところに来ているタレコミの一つね。 つつとしてて疑われているやつだから私発信のやつは大津彩加さんにお伝えしたのはその最初のその動画に対する何なんですかこれみたいなやつだけでこのタレコミに関しては大津彩加さんが無視してますからおそらくあのこれですね不要と判断したんでしょう。 え弁護士さんに聞いて、えー、これは不要、このタレコミ1、2、3は不要ということで無視してると思われるか、もしくはもうすでに把握済みですみたいな、それに関してはもう動いていますみたいなものがあるかもしれない。はいえーまあ、この、ね、タレコミ2と3は相当読み込んでいかないといけない、あの相当政治資金収支報告書を読み込んでいかないといけないんで、小木ぐ組の組長さんあたりなんかは見つけちゃうかもしれないけどね。 お月組の君長さんあたりになれば、これ、立花さん、これ何ですかみたいな感じで見つけちゃうかもしれないけど、今のところ見つけたとしても多分やらない。だってなぜかというと、大津一名に加算してるわけでしょいや要は、神奈川県知事選挙の,その政治資金収支報告書じゃない。すみません、間違えました。あの選,挙選挙の推悼責任者が出すべきやつだったかな。ちょっと忘れましたけど、代表者が出すんでしたっけ候補者が出すやつか。えー、だから、 えー、水悼責任者も多分もしかすると大津彩加さんなんじゃないわかんないけどその選挙が終わった後に出す報告書ね戦艦に出すやつが、えー、出されていませんねっていう多分刑事告訴か、えー、刑事告発か刑事告発を小、えー、木津組がなんかやるかもしれないんですけどもねそれ確認とかまでやってるわざわざやってるわけですから。 確かねえー、立,が立花さんとは関係なく確か小木津組が市民活動の中で確かそういう大津さんのそういうのをやってってるわけでしょってことはこのタレコミ1とか2とか3とか当然小木津組でも掴んでるはずだからそれのことに関して何か動画なり何なりを上げてこないというのであれば単に大津彩佳さんをいじめるために。 おぎ、えー、つぐみが、えー、社会活動という正直者が馬鹿を見ないだ誰にも忖度しないよみたいなみんなのみんなの味方ですよみたいなううそういう、まあ、ある一面のやつねある一面だけを要はもろ,もろ変更なんですよ <laughs> もろ変更してるわけね。 それ何が変更してるかというとだから神奈川県知事選挙の時の選挙妨害ねもしくは目黒区議選の時のその大津さんの居住自体の,その妨害とかに関しては、えー、全くするし恩木組は全くするしそして、えー、何黒川さんのやっている選挙妨害に関してはガンガン取り上げるという変更する市民団体ね正直者っていうのは、えー、有権者にいっぱいいるんですけど。 で正直者が、大津やかさんに入れてるはずなんですよ。神奈川県のね。正直者が、大津やかさんというのは政治,政治家女子48党の代表であり、岸田総理と握手までした人、その後にすぐ、すぐさま選挙に出てるから、岸田総理と握手をしたような人に入れるって言って15万票取ったわけでしょ。で、その選挙運動さなかに、あの代表ではないって言ったのが、 えー、立花さんと浜田正く君と、えー、斎藤健一郎でしょ。だから有権者をもろ馬鹿にしてる行為ね。有権者、神奈川県の有権者をもろ馬鹿にした行為を、えー、堂々とやっている。要は正直者が馬鹿を見ちゃってるんだけど、正直者が馬鹿を見ちゃっているものを正そうとしない市民団体がおきつぎみというレッテルが貼られます。 この大津屋さんの、せ、せ、なんて神奈川県のその選挙の運動の時の、それを報告書をやらないというやつだけをガン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 これからやってきたならば、ね、あの、その大津屋さんのその選挙の、そもそも選挙運動期間中にそういうことをしてる選挙妨害と取られるようなことをやっていかないということは、そういう市民団体ですね、小木津組は。 だから黒川さんの家、えー、に金を貸した1億円の人とそういう大金持ちの人とつながってますねっていうふうに見られてもしょうがないですよねとそういう偏った市民活動ですよねっていうふうになるわけです、はい、以上です。